しょ。カレー、レンチン、セブンイレブンカレー、ポークカレー。マホトとかね、マホトもね、あんなことなければね、今頃ね、ずっとスターでいられたのに、 YouTube 界のスターでいられたのにね。あ、まさしさん、お前がアラブの石油を生み出すブリーツ、ソフトバンク、そんまだし、アーナス配信力入れるみたい。あ、そうだね。てかまあ、ふわっちっていう環境がそもそも良くなかったんですよ。うん、まあ分かってたことだけど、ふわっちで頑張っても別になんかそれだけの見返りないし、でも TikTok だったらやっぱね、あのふわっちよりは全然なんか頑張った分、まあ収益は分かんないけど、それだけ評価してくれる人は多分多いと思うんですよ。評価っていうか人が多いからね、いろんな人に見せれる場所だから。うん、まあ、あと俺の場合はその天才動画とかで知ってくれてる人がいるから、それがあの後押ししたっていうのもあると思うけど、匿名の方10個出す、有料10個出す、どうも。あざす。セキュアウィドズ、ビリーズ、ソフトバンク、ソン・マサヨシ、あざす。あ、まさしさんも、クマシャン5個やった。セキュアウィドズ、ビリーズ、ソフトバンク、ソン・マサヨシ、あざす。手料理じゃないと、これ。どう見ても手料理見えないでしょ、これ。このパック的に。皿的にさ。ヘブンイレブンのカレーよ。アイテムもらうときなんて言ってるの？投げてもらったらまた言いますよ。あ、ちなみに花火レベルのアイテムだったら。匿名の渡す、あざす。スーパーカー王子に閲覧負けなんて信じられない。誰やねん。うん、てか別にあのふわっちは何回も言ってるけど、俺別に閲覧稼ごうと思ってやってないからね。いい加減理解した方がいいよ。うん、俺別にだってこんなカレー食ってるだけの配信で人来ると思う？誰が興味あんだよ。うん、俺のことを俺自体に興味ある人しか来ないじゃん。何回も言ってるけど、別に稼ごうとしてないのよね、ふわっちは。閲覧は。お金を稼ぐためにやりたくないけどやってるだけで。
閲覧稼ごうとしてないのよ。うん。ああ、匿名の方、お前がお前がお前がハラムの席を見せビルヒスソフトバンクソンまで5倍やったあれっす、やったー。あーだっす。ありやす。なんかすぐ閲覧で評価したがる人いるけど、別にその人がどういう意図で配信してるかっていうのを見極めた方がいいよ。別に閲覧稼ぐ目的でやってないから今。何回もね言ってるけど、ヒカルだってツイキャスなんか閲覧低いとか言われてるけど、あれヒカルだって別に閲覧稼ぎのためにツイキャスやってないの分かるやんね。 YouTube で企画やって、企画やるのは人を集めるためやん。でもあれツイキャスはなんか別に人を集めるためじゃなく、ファンサークルみたいな感じでやってるよ明らか。うん、あ、匿名のだす、ジューサーだす、その人の目的だよ。うん、だってさ、人を集めたいって思う配信をしね、人を集めたいっていう意図があってカレー食ってるだけの配信ってやばない？そいつの脳みそどうなってんのと思わない？そんなんで本当に人来ると思ってんのって思わない？もうちょっと分析した方がいいよみんな。うん、あと俺の言ってることに耳を傾けた方がいいと思う。うん、ずっと言ってるけどなこれ。うん。本当に俺が人を集めようと思う。俺この枠本当にもう渾身の思いで閲覧をめっちゃ稼ぎたくて、本当に人に見てもらいたいと思ってやってると思う。カレー食ってるだけで。本当にそれ思います？だ、枠を取る目的ってさ、人それぞれ違うやん。あと水つぼ。あ、ジューサーだっす。よいしょ。でもタイトル閲覧3100いったってなってますよね。まあ別にそれは良くないっすか。TikTok でそんだけ行きましたってだけ。でもこの枠は何回も言ってるけど、別に閲覧稼ごうとしてないので、ふわっちは。花火投げるからレオパースで料理配信して。どういうこっちゃ。イベント剥奪させた責任取ってインターンしろ。なんで俺の責任なんですかね。うん。俺全く関係ないですけど。森くんなんかバンされたらしいよ。知らんけど。あ、どうせ延長するか。うわ、50円かかっちゃう。うわ、もう100円使っちゃった延長代金。最悪だよこれ。100円も使っちゃった。お前がハラムの席を見るぜビルゲイツショットバック3まで
TikTok 見てきた。ありがとうございます。ありがとうございます。なんでそんな TikTok バズってんの？もともと俺は生放送をその切り抜いてくれた人がいたおかげで YouTube とか TikTok で、TikTok でその一部の俺の配信の切り抜きがバズってるやつとかあるから知名度はそれなりにあるのよ。そんな本当のガチのね TikTok とか YouTube で有名な人に比べたら全然だけど、そこまでは投稿呼ばんけど、それなりの知名度あるのよ。それでいて TikTok は人が多いからちょっと俺が配信やる気になってるから、だからそれの相乗効果で人が来てるって感じ、ざっくり言うと。だ TikTok でさ、こんなさカレー食ってるだけのさアイテムください配信なんか絶対やりたくないもん。こんなんやってたらかそるでしょ一瞬で。炎上系ではないね、確かに俺は。ああ、店主さん20バーだっす。あーす。TikTok で有料アイテム投げればどうするんですか？いや、あのね、TikTok よりも、ふわっちで投げてほしいな、投げ銭は。あの、ふわっちも見てるんだったら。